よく来てくれたわね。どうも。早速だけど。挨拶に出向いてくれて感謝するよ。ルシスの王がいらしてるとあればね、天主が何も教えてくれないものだから、ご本人をここにお呼びしたの。私が今知っているのは一応あなたが王だってことだけよ。あんたはカンナギを保護してると言ったな。あんたらにとっても危険じゃねえのか。あら、帝国との関係を気にしてくれるの？属国とあれば立場は弱いわ。彼女がどうなるかはあなたたち次第よ。こちらも質問させてもらえるかしら。カンナギは水刃を起こして何をするの？啓示の準備だ。俺が水刃の力をもらう。それが聞きたかったわ。神が王に力を与える。でも簡単に受け渡されるものかしら。私はここで騒ぎが起きるのを心配しているの。ルシスでも巨神の一件があったわね。何が起きたか教えてくれる？巨神が王様に力をくれたんだよ。神話の通りということね。それを恐れてか帝国が軍を動かそうとしてるわ。つまり騒ぎは免れない。おそらく戦争になるでしょう。でも神様だろうと帝国だろうと、うちで戦争されては困るわ。ま、町でやられたら大変だろうな。最悪に備えて市民の避難は必要ね。確かに必要だわ。ええ、でも計画はまだ未完成だからあなたたちを呼んだのよ。それじゃあ取引の話をさせてもらうわ。市民の避難に手を貸して、でなきゃ儀式はさせられない。仕方ねえな。協力するわ。素直ね。よかったわ。それならここで儀式をすることにも文句は言わない。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。ああ、任せてくれ。あとは自由にやる。ありがとう。悪いわね、飛空艇に立ち向かえる兵なんて世界を見回してもなかなかいないわ。取引については以上よ。市民の避難と帝国の相手、一通り条件は理解できたかしら。ああ、共闘の契約を結ぼう。共闘？言うわね。ええ、こちらもカンナギの保護に責任を持つわ。それとないとは思うけれど、私はアコルドの首相。市民に被害が及ぶならその時はカンナギも王も切る。わかった。首相として市民を守れ。父親に似てるわね。どうも。道は間違ってないと思うわ。首相、お時間です。市民の避難に必要な人員は3名。人選は任せる。帝国軍の情報を伝えておくわね。
今回は飛空艇4隻最大規模になるわよ。あなたと話ができてよかったわ。お互い全力で臨みましょう。ああ。面倒見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね。王様もカンナギもレギスが死んで、クリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる。帝国はこの十数年でどんどんおかしくなってる。儀式の間の行動についてだが、水神を帝国軍の攻撃から守る必要がある。とはいえ王様も力をもらう前だからな。俺たち3人は避難誘導だしね。ああ、できるとしてもせいぜい水神の支援程度だ。ほう、支援だ。敵は巨神の時と同じく水神の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカ、もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。啓示ができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、わかった。何かあれば海の底に捨てるって話なら、奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことをお忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど、儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。会場には着いた。ああ、作戦忘れんなよ。そっちもな。もちろんだ。
げえ人、こんなに集まってんのか。皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失ったあの日の悲劇のように。ルーナ、でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の御力があるのです。私はここオルティシエに眠るアラブル水神リヴァイアさんの御力をお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すことを。こっちからも見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。うん、任しとけ。始まるんだね。我が名はルナ・フレーナ。カンナギの血を引く者、水神リヴァイアさんよ、王に聖石の力を迎えるためどうか受けを。
今向かってる。儀式を